もこんにちは、こんばんひなたです。今日はですね、やっとですね、時間ができたっていうのもあって、もうそろそろ出さないとあかんって思ったんで、2015年の12月に募集した質問コーナーを今日は回答していきたいと思います。去年の12月時点では、年明け一発目ぐらいに出そうかなって言ってたんですけれども、コメントを読んでたらちょっと間に合わなくて、でももう月が、やろうって思ってたんだけど、ちょっとできなくて。で、やっと今日はオールオフっていうことでもう、やばいと思ったので、言い訳するわけじゃないけど、まあ、やっていきたいと思います。それじゃあ、レッツゴー。目が二つあります。二つあるんよ。これからも頑張ってください。そこで質問です。特技を披露してください。ひなたの特技、バトンぐらいしかないんだけど、バトンやればいいね。じゃあ、一個技やっていけるね。現世なのにやる気が出ない。私にビシッと一言。この山下さんかな？山下ちゃんは、もう受験が終わったのかどうかわかりませんが、YouTube を時々見ていいけど、将来に向かって頑張って、改めて自己紹介。はい、どうぞ。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。私はですね、大学3年生の、体育大学に通う、今年、あと8月26日の誕生日で、21歳になるひなたゆいでございます。好きな食べ物は、メロンとステーキでございます。はい、みんなチャンネル登録よろピンコ。誰だよ。ねえ、あのですね、なんでもないです。芦田愛菜のモノマネして。あ、ごめん。芦田愛菜だよ。マロのマネージャー全然使えないの。マロの大好きな食べ物は、宮古昆布。人参紹介して。人参がないでこちらのね、今日は、こちらの卵を紹介していきたいと、ババン。これはですね、森の卵ということで、私は声優で買いましたね。これは賞味期限が8月23日でございます。こちらのね、卵ですよ。こういう真っ白な卵。キャンメイクで一番好きなものは何ですか？すごい可愛いですね。キャンメイクで一番好きなものはね、こちら、キャンメイクのパウダーチークスの25番と、これ、ユアリッポンリーグラスの02番を今も愛用しております。ぜひ皆さんチェックしてください。2015年一番の思い出は？そうだね、これ2015年の総まとめみたいな感じで言ってたからね。2015年の一番の思い出？いっぱいオフ会してみんなといっぱいおしゃべりできたこと。今年はちょっとまだわかんないけど、みんなでおしゃべりできる時間を作れたらいいなって思います。冷蔵庫に入ってください。入ります。これ無理じゃね？涼しくて、けどちょっと無理。ここ無理。好きな洋服のブランドは？好きな洋服のブランドはバブレスとペコクラブでございます。あとはローリーズファームとか。日向優の動画を見てるはずなのに毎回フグが喋っているのは何なんですか？トイレ見して。いいよ、トイレぐらいなら見せてあげる。こちらがですね、ひなたんちのトイレでございます。電気をつけるとですね、ここに不思議の国のアリスちゃんたちがねいて、マネロのお金で、はい、こんな感じです。ゆいちゃんの2015年を漢字1文字で表すと、笑うっていう感じですかね。めちゃくちゃ笑った年になりました。多分2016年も多分笑うだと思いますけどね。はい、ほらこっち見て、笑って、いいねー。こっち見て、笑って、いいよー。ほらこっち見てー。くしゃみ、くしゃみは出ないの？ひなたちゃん、ワンスピーイリュージョンやって。外に向かって何かを暴露してください。3、2、1、どうぞ。みんなから豚って言われたくない。まずい。編集ソフト何使ってますか？私は Mac を使ってるんで、Final Cut Pro を使っております。ます。髪の毛サザエさんヘアにして。できました、サザエさん部屋です。あー、質問ない。逆立ちからの前転からの最高の変顔。怖いなこれ。前転からの最高の変顔。どこの焼きじゃん。この顔をしながらボイパして、ピッとパッツ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 。すげえこの髪型なんだけど。鼻に指を立てて、鼻の穴を大きく開いて、大きく振りかぶって人差し指を鼻に、ホールインワン。ジェイソン、五郎丸、トンちゃんとお散歩して。今からこいつらを連れてお散歩に行きたいと思います。
巻きついてボンレスハムみたいになった。あ、ゴジだ。質問です。ジャンプできる？できる。見てろ。ジャンプ外できますんで。どれくらい体が柔らかいですか？いくぞ、見てろよ。ちょっとまだ柔軟しないからあれだけど、このくらい、あとこのくらい。え、どっちがゆいちゃん？え、どっちが餅？こっちとこっち、どっちがお餅だと思いますか？書き初めをしてください。そうですよね、年明け一発目って言ってたんで、みんな書き初め系をくれてたんで、書き初めします。墨をどこに、このキャップリーや。できました。ババン、卵です。はい、てな感じで、たくさんの質問ありがとうございました。あと1週間後ぐらいには、夏の質問募集をしようかなって思ってるんで、あ、今回はちゃんとすぐね、回答していきたいと思いますので、しばしお待ちを。この質問コーナーが良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ひなとゆいでした。バイバーイ。卵誰か欲しい人、家族から取りに来て。